周戦は中国の歌手、女優。本名はイケルハク。後に王将校、周将校と改名。1930年代から1940年代の有名な歌姫、映画スターであり、上海を中心に活躍した奈々、王歌校の一人。その美声と美貌で黄金の喉、歌の女王、銀幕の女王とも称された。1920年、 チャンス賞上州の知識人家庭に生まれる。父親のイケル長夫は、近郷大学卒業後、前後して牧師と教師を務め、上州では、とても有名な人物であった。母親のコビチンは、近郷女子大学を卒業している。周戦は、幼少期に、アヘン乗用者だった疎高の悪い母方のおじによって、禁断権に売り飛ばされ、以後、 実の両親とは離別することになった。6歳の時、上海の近い家に養子にもらわれ、修将校と改名することになる。養父は修文叶え、養母は母を取り妹であった。養子になって、以降は貧しい生活を強いられるが、養母は教育熱心で、姉波動協会が設立した第八小学校へ入学。そうしたことから文盲にはならずに来たことを養母に、 感謝し、恩に思うと終戦は10回している。1931年、ピアノ教師である、賞金分の紹介で、修将校は、はじむ金が設立した、暁家舞団に参加した。初めて舞台に立った、修将校は、民族の光という曲の中の共的人、終戦おさじょうの上という歌詞の一節を歌うと、聴衆から熱烈に称賛された。このことで、はじ金は、 終章校に変えて、終戦という芸名を与えている。芸名の由来は、民族の光の歌詞、強敵人終戦を作上の上という一節にちなみ、さらに、戦に、オーンが付け加えられたものである。赤月歌舞に入団後、終戦は、歌や舞踊、ピアノ等を熱心に学び、同時に国語を重視する歌舞の方針もあり、北京語を学ぶこととなる。 それまで彼女は、上海語しか話せなかった。その時の個人教師役を買って出た者こそ、後の夫の玄花である。玄花は、はじむ金孔と共に、はじむ金の補佐的な立場にいた。やがて、終戦は、看板女優だった、王人備の不在の穴埋めとして、特別会来るまで、初舞台を踏み箇所を、評判を得るが、それもつかの間、赤月団が解散を余儀なくされる。 その後は、ゲンハナにより新結成された、進化株社に参加、舞台でも、歌舞劇を演じると同時に、ラジオへも、積極的に出演するようになる。当時、上海で生まれた、新歌にとって、舞団の公演や、ダンスホールなどに、まして最も重要な媒体はラジオだったが、終戦も、無敵配、木箱のプロモーションのためのテストで歌ったところ、 聴取者の反響を呼び歌手として見出されたという。同年、新聞社大番報主催のハ音トカセイセリセンというラジオ歌手コンテストに出場、発行の9130票に次ぐ8876票を獲得して第2位に入選している。以降、ゲ花とと共に上海の各ラジオ局を巡り歩き、歌手としての活動を主軸とするようになる。 メディアを再生する街角の天使より、終戦が指揮下天外歌目を歌うシーン終戦はラジオ局で歌を披露する以外にレコードも多数録音している。同時に映画会社の芸家に誘われた縁から映画女優としての活動も始めた。1935年に風雲地語女で踊り子の一人として出演し、同年美人音にも早くで出演。 1936年には映画女優としての本格的キャリアの幕開けとなる花色の夜を皮切りに計六作品に出演し、その中のキリン等構えでは主演を務めた。1937年、終戦は明星影編公師制作による演牧師監督作品街角の天使に主演して大好評を博し、劇中にて歌唱した天外歌目、指揮家が 大ヒット。上海のスターダムへと登り詰めることとなる。同年、南下君サイキタルも、大ヒット、名実ともに、大スターとなる。その後彼女が主演した、猛教女、李三條、当初宛、清掃期など20本にも及ぶ、映画作品は、中国全土で広く流行し、彼女が歌唱した、当時の時代歌謡や、映画挿に歌かもつつうらうらにまで知られるようになり、 愛くるしいその節回しは一世を風靡した。1943年には中華田園連合、古墳有限講師にて、魚花女、漁師の娘、コーローム等の映画作品にも主演している。1945年に開催された2回のコンサートでは、3月の金と大劇院での第3幕と6月の大光明劇院の第1幕ではチケットが高額だったにもかかわらず、 販売開始とともに完売してしまい、上海中にセンセーションを巻き起こしたこともあった。1946年には、夜上海が大ヒットしている。1936年の秋、終戦は、原花と正式に婚約している。1938年7月10日、終戦は、原花と他兵の春円飯店で結婚式を挙げた。だが、 終戦のハ花との結婚はわずか3年で破綻する。ゴシップによって双方が互いに不倫していると疑い、何度か喧嘩をした挙句、終戦は家出したことさえあったという。1941年、ハ花と離婚。その後、終戦は終生二度と結婚することはなかった。終戦の二度目に公になったロマンスは意識とのものだったが、すぐに別れたという。三度目の 広く知られたロマンスは織物商人の主海徳との同性であった。主海徳が甘い言葉で終戦を騙し、彼女の心と財産の一部をかすめ取ったとの噂が流布したこともあった。1950年、身おもの彼女は上海に戻った後、新聞市場で主海徳との同居生活に別れを告げたことを発表し、年末には長男となる州民を出産している。 終戦が4度目に公表した恋人は映画の美術関係で働く東大であった。1952年5月、終戦は美術教師の東大との結婚の準備をしていたが、東大は西安区人民裁判所により結婚詐欺罪で懲役3年の実刑判決を受けることになった。同年、彼女は2番目の息子である周伊佐を出産している。一方、 終戦はまたかつて、香港の名脇役俳優のヒスワエリンと同棲し、シューミンという子を育てている。将校の有名なアナウンサーのリワが表した、回顧録、リガ高校、天使クくとめン、リワレの昔語、エピソードの痕跡の中の一章、ヒスワエリンと終戦の物語には次のことが書かれている。これはすべて私が実際に経験したことである。年頃、 上海映画な電影講師の代表者のリソヒサ氏が香港に映画スタジオを設立するためにやってきて一緒に来た人たちの中に上海映画のスターがたくさんいてその一団の中に国魂を撮影した竜慶の他に終戦もいた。ヒスワエリンは当時映画月刊誌の編集者であったことから終戦と知り合うようになりついには同居するようになった。 1950年のある日、私は、左官閣のマンにはカオるレストランに食事に行くと、上の木座橋に上がるエレベーターで終戦に出くわした。彼女は、ヒスワーエリンとの間に生まれた子供を抱いて、離れようとしていたところで、私は、彼女と二子と三子と挨拶を交わし、これからどうするのか尋ねた。彼女は、上海に帰ろうと考えていると話し、果たして2ヶ月後には、 彼女がここを去ったとの消息を耳にした。抗日戦争の勝利後、終戦は、香港で撮影する、朝創士、核優先週、幕府青春、菅宮妃氏等の映画作品に主演するために、香港と上海の間を行き来している。特に1946年から翌47年に、かけて出演した、作品群は、充実度が高い。歌手としても演じ組みを増し、 歌う女優としての魅力を最大限に発揮した作品が相次いでおり、特に1947年公開の読みせは、マクシム・ゴー・リッキー原作のどん底を下敷きに制作された作品として有名である。しかし私生活では恵まれず、1950年に上海へ戻り、和平ドバと平和の鳩という映画の撮影に参加したが、病のため中止せざるを得なくなっている。 1951年夏、終戦は映画和平ドバトの撮影時に精神病を突然発症、上海虹橋療養院に搬送されている。1957年6月18日には健康状態も回復し、退院の準備を進めていたが、7月19日に突如、日本脳炎を発症。 専門医による治療の開拓1957年9月22日現地時間午後8時55分、上海火山委員にて死去、37歳ボー彼女の歌唱した楽曲は中華圏では今なお広く知られ、特に南下君サイキタルは後の東霊君やリコーランらのカバーにより、日本でもよく知られる楽曲である。香港の映画監督、李カンは、 南下君最タルは最も人気のある曲でなければならないとコメントしている。花色の夜から和平ドバトまで計42本の映画に主演し、それら映画の主題歌、挿入歌として発表された楽曲作品は110曲以上に及ぶ。その他にレコード化されたか確認不可能な作品を含めレパートリーにしていたとされる楽曲が100作品以上存在したようである。また、 彼女の生涯は後に様々な映画人によって描かれている。1995年、終戦に中国映画聖記賞が贈られている。終戦は、生前、日記に手書き原稿を残しており、これを息子の周民が編纂し、終戦日記として出版している。次男の周勇も、また、割れママ終戦、私の母、終戦という書籍を出版している。 終戦の星、香港のアベニュー・オブ・スターズの15番目の星、ありがとうございます。